皆さんこんにちは、こんばんは。おはようの人もいるかもしれませんが、始まりました。スリーリングスがお届けするマクロトゥーマイクロの時間がやってきました。私はパーマカルチャーデザイナーとイラストレーターをやってます、浜松在住の若菜です。風紀工房風紀書房の高です。ビッグファミリーファームの陽津です。はい、この3人でお届けします。この番組は日々の暮らしの中で湧き起こる問いや思い など様々な話題をテーマに、マクロの視点とミクロの視点を行き来しながら語り合う番組です。これを聞いてる皆さんはさつきの満月にいるんじゃないでしょうか。前回はさつきと梅でちょっとお話をさせてもらったんですけど、その中でやっぱり梅と、特に日本人の暮らしに梅がすごく近いところにあるねっていうので、梅の話でもう何時間も盛り上がれそうだねっていう、そこからなんか手仕事、梅の手仕事で何してるんだろうっていうのを話したので、その続編を続梅とさつきというテーマでお送りしたいと思います。ちょうどね、もしかして梅雨、これを聞いてる人は梅雨入りをしたかなっていうところにいるので、雨が長いと多分きっと家の中にいる時間も多いと思うし、そういう手仕事も何してるっていうところをちょっといろいろ3人で話せたらいいかなと思います。なんかさっきっていうか、前回梅を収穫して何してるっていうのでさ、幼稚とか、梅味噌、なんか自分はあんまり食べないけどギフトするのに梅味噌仕込んでるんだよねとか、私も梅醤油なんか仕込んだりとか、梅酒とか梅ジュースとか梅干し以外にもいろいろしてるなと思っていて、なんか他にも聞いてみたいなっていうのと、私もなんかまだやったことないけど梅の黒焼きとかめっちゃ気になってて、もらってはいるんだけどすごい手間がかかるって聞いたから自分ではまだできてないんだけど、作ったことある？あるよ。ある？あるよ。もう一回作ると一生作らなくていいぐらい作れるよ。なの？だって耳かき一杯分しか使わないもん、一回に。そうだね、梅の黒焼きなんて胃に穴が開いちゃうから、強いから。あ、強すぎるのか。だから本当にそのもう胃が痛いみたいな、そういう時の薬だよね。言われるのはね、いろいろ梅干しの黒焼きの効能なんていうのは、昭和7年ぐらいに出たさ、黒焼き500種っていうね、500種類の黒焼きのレシピ集、レシピと効能集があるの。すごい。500も500種、それも厳選して500でさ、カマキリの黒焼きとか、卵の黒焼きとか、カエルの黒焼きとか、イタドリの黒焼きとか、梅干しの黒焼きとか、猿の頭の黒焼きとか、いろいろあるんだけど、それと全国の主婦がその公募で、私は猿の頭をこういう感じで蒸し焼きにして、主婦がそんなことするの、やってますみたいな。でそれを医学博士が監修して、主婦の友達で、すごい面白そう。それね、国立国会図書館で検索して出てきて、確かね、俺コピー送ってもらったんだよね。友達が俺がどうしても欲しいって言ったら取り寄せてくれてさ、だから家にあるんだけど、それ黒焼き、そんなに種類がある。あれやっぱ素材で違うの？全然違うよ。で基本は一緒、炭は多孔構造、穴が多いから、いろんな有害物質を吸着して一緒に排出してくれたり、あと電位が特殊で炭化してるものってね、だからその活性酸素を生む状態とかさ、体が酸化する状態の時に
マイナスイオンというか電子を供給して体のイオンバランスを取ってくれたりとか、うんまあ、その関係で電磁波を遮断したりとか、うんうんうん、あと微生物が炭に住めるから微生物の環境を整えたりとか、まあ、いろいろある、まあ、共通の炭の働きってあるんだけど、うんうんうん、そのよく言うなんていうの、その同種療法じゃないけど、なんかやっぱこれはこういう内臓系に効きやすいとかこの経絡に効きやすいっていうのはやっぱりあるね、その物事に、うん、何を黒焼きにするか、だから梅は結構やっぱ梅干しが万能に近い分、梅干しの黒焼きっていうページはなんかいくつかあったよ、うん、多分心臓系小腸系とか、うん、神経系とかにいくつかの病気にのところに全国のなな梅さんとか太子さんとかがなんか言ってすげえ、じゃあやっぱりなんかいろんなものを黒焼きする文化があったってことかな、めちゃくちゃあったでしょ、やっぱりガスの影響でかいんじゃない、ガス供給されてからやんなくなって、でなんか火を起こしちゃいけないとかさ、街中でこう炭なんかやってたら通報されたりとか、いろいろこう社会的に炭焼きできなくなってるじゃん、ちなみに多分リスナーもあれだと思うけど、黒焼きの定義って何？炭でコトコト焼くの？違う違う、炭にするの、するの、例えば炭を炭にする、うん、炭にする焙煎するとかもあるし、うん、焼きにする場合もあるし、うん、すっごい密閉してカチカチの備長炭みたいな炭も作れれば、うんうんうん、キャンプで使うような燃えがいいけどすぐ燃えちゃう炭の作り方もあるし、それはこう酸素をどれぐらい入れるかとか、またはそのうーん全然入れないとか最後にすごく入れるとかっていうので、それもね黒焼き500種にもある、なんか焙煎の焙っていうやり方とか、ほうじるのほうっていうやり方とか、なんか蒸し焼きみたいなやり方とかが全部イラスト入りであるすごい失ったんです。それはでもまあやっぱり薬の偏りだよね、ドラッグストアで売ってるようなものしか効くって言っちゃいけなくて、梅干しも梅干しの黒焼きも効くって言っちゃいけないとか、薬機法とか薬事法の影響でね、うんうんうん、それで使う人が減ったから梅林の需要がなくなり、薬という認識をする人がやっぱ激減してることは大きいよね。逆に炭っていうか焦げてるものは体に悪いみたいな言われるよね、はい、なんか梅林とか、まあ、さ前回でも喋ったけど20年とかさ前に植えられたっていうのは、うん、かなり昔の人からのギフトやなと思って最近すごい思っててさ、うん、まあ多分家建てるのに切られた木もたくさんあると思うけどさ、なんかさ、うん、木ってさすぐ植えて実がならないじゃない？そう、ね、まあなったとしてもちょこっとだったりさ、だからこそなんかこの時空を超えたというか、その世代を超えてまだ今もなんかギフトし続けてるっていうのは本当に、まあ植えてくれた人にも感謝だし、なんか木自体にも感謝だし、でさらにさ、まあ、前回で喋ったけどすごいのがさ、またその何年も得て収穫したものを人の手によって、その梅干し150年とか200年とか言ってたけどさまたさらにさタイムカプセルのようにさ、まあ黒焼きもそうだと思うけど、なんかこう続けれるっていうのってめっちゃ、まあ、いい意味で重いよね、あの重みがすごい感じるなって今話を聞いてて思った、ね、なんかタイムカプセルっていうのはさやっぱあると思っててさ、やっぱりその時代のそういったさっき言ったような製薬会社とか、うん、そういった厚労省とかいろんな力バランスで、うん、なんか弾圧とか抑えつけとかさ、まあ良かれと思ってる部分もあると思うけど、うん、まあいろいろやっぱり偏るじゃん、うん、でも言うても俺読んだしと思うんだよ、その廃れたという気もするが、うん、俺は黒焼き500種をなんせ読んだし、あの友達にも貸したし、うん、復活してますけどみたいな、うんうん、だからやっぱり担い手は一人一人で、でやっぱり今すごくこう
まあ、ここで喋ってることが事実だけど、まあ、先祖も喜んでいることでしょうな、俺たちが黒焼きの話をまたしだしたってことに対してみたいなさ、まあ、そういう感じで言うと、まあ、未来は明るいね。梅林もやっぱり増えていくんじゃない。で、ただ俺がちょっと一個シェアしたいのは、桜沢幸和さんというマクロビオティック、宇宙理論とか、そういうことをやってた方がカリフォルニアに行ったあれで、ある女性が梅干しをやっぱり自分たちで作れるといいよねとなって、四湖という場所にファームをやり始めました、その方はご高齢になっていく流れがありました、でもそれを若菜もう俺も共通の友達がみんなで継いで、今そこを梅ファームっていう名前で素敵にかっこいいパッケージで梅干しとか、梅干しの黒焼きなどを展開している、でその人手がいるときは呼びかけて手伝いに行くとかね、今年もそういう呼びかけをしていた、なんかまあそういう形でやっぱり受け継ぐっていうのは個人の、そういう意思とか、プラスやっぱりそれが支えられていく横のつながりのコミュニティと縦のつながりの、その受け継いでいくっていうのが、なんかすごい象徴的に梅林を受け継ぐってことがすごいその時代と横のつながりを作ってたのかもね、田んぼみたいに、田んぼもそういう働きあると思うけど、あ、そうで、その梅干しの黒焼きが、航空便で、だから梅ファームのキヨちゃんたちからさ、ちっちゃい、そんと一人が使うの量なんて知れてるんだけど、ちっちゃいパケで30個とか送ってくれて、でそれは要するに俺がまた縁のある人にっていうので、その COVID-19 のことがあったあとぐらいに送ってくれてさ、なんかすげえそれって本当にアクトローカリー、ネットワークグローバリーみたいなことだなっていう。だからその持ち運べるってことはそれと送れるってことだから、梅を加工してそういう形にしてなんか届け合う養生ネットワークみたいのが、こうやってあるのはすげえなみたいな、桜沢さんたちも喜んでいるんじゃないかとか思うよね、はい、という話をシェアしたくなったので、本当になんかその樹木、まあ梅、今日は梅の話だけど、そのある木によって私たちより長い、ずいぶんと長生きする可能性がある木をさ、私も木を植えることはたくさんあるんだけど、いつもその木を植えるときに自分たちより長生きするよねみたいな感じで植える気持ちと、なんか、まあ、まさか私たちがその木をなんか手入れして梅干しを収穫してこういう話をしてるとは多分ご先祖様は思ってないと思うんだけど、なんか木って何度でも蘇れるなっていうのを、そうそう、さっき剪定、まあ、前回の話で、まあ、剪定の話になるけど、なんかやっぱりその木が、まあ、ちょっと古くなったからもう実をつけないんだねで終わりじゃなくて、まあ、切り替える木もあればいくらでもなんか蘇れるっていうか、そのなんか可能性もすごい感じていて、で今の話でそうだね、なんか梅干し、まあ、梅ジュース、梅酒みたいな感じももちろんいいけど、そのコミュニティの薬になったり、ちょっと人が手を加え手間暇かけることで、まあ、キヨちゃんがやってるようなみんなのなんかこうね、なんかあった時のためのお守り的なお薬になって、なんかこれからのいろんな地球で起こるいろんなものに対してなんかそれを持ってることで安心になるなっていうのをすごく改めて感じました、すごい。中国とかでも梅干しってつけるんだろうか。もともと中国から来てるじゃん。で台湾はね、梅の文化がすごいあったよ。友達に教えてもらったけど、なんかね、梅のなんか白、なんかね、なんかなんていう名前か忘れたけど、すごい何十年ものの、言ったら梅のシロップの、最後にさ、まあ、みんなが梅ジャムにするさ、梅あるじゃん、甘いなんかふにゃふにゃってした、あれの2、30年もののやつが売ってて、
茶梅って言うんじゃない、茶と梅って書いてたやつかな。でそれでお茶菓子として食べるらしい。うーん、美味しかった。でもあの梅ジュースの一番下にあるやつやなと思いながら食べてた私もっと多分深いストーリーがあるんだと思うんだけど、うん、なんか また違った薬がありそうな感じがする、うん、ありそうだね、うん、漢方とかに入ってんのかな、うん、梅ってねえ、あんまりその辺はちょっと知らないけ ど、でも日本独特の梅の文化はあるし、うん、なんかちょっと梅とはまた違うけど梅つながりでさ、あの沖縄とかさ南の方って確か梅の木がないんだよね。あ、そうなんだ。多分でなんかさ、私一昨年ぐらいかな、初めて食べてびっくりしたんだけど、ローゼルっていうオクラの一種のさ、うん、お花があって、うん、それのローゼルの萼、うん、実になる時にそれをつけて、それを塩漬けにして食べると、うん、めっちゃ梅干しの味なんだよね。だから梅干しの代わりにそれを食べてるって言ってた、そこの人は。ビタミンすごい、そうかもしれない、なんかちょっと酸味もあって、うん。うん、なんかでも、うん、面白いなって、そういう代用品があるのかもね、うんうんうん、あの梅干しにさ赤しそ入れるじゃん、うん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 、赤しそでもジュース作ったりするじゃん、うん、で赤しそのジュースアフリカ人がうちに遊び来た時、うん、飲ませたらこれと同じやつアフリカにあるとか言って、へー、全然材料違うはずなんだけど、うん、味がめちゃくちゃ懐かしがってて、そうローゼルなのかなとか思ったんだけど、あ、なんかでもなんかどっかブラジルかなんかもそういうね梅干しの代わりにそういうものがあるとは聞いたことある。面白いね、いろんな世界中にさ梅ではないけど、うん、梅と同じ機能を持った植物がいろいろとあるのかもしれないよね。あるね、役割がすごい、体を整える植物、うん、やっぱりなんかね土壌と水の中の微生物、うん、その土地の、うん、のリズムってあるじゃん、湿度とか温度とか、うん、ミネラルバランスによって、うん、で例えば体の9割は微生物っていう本があるんだけど、タイトル、うん、その感じの、うん、それで言われてんのは、なんで日本人はわかめとか昆布を食べても消化できるかっていうと、うん、海藻に寄生している微生物、海藻を食べる微生物の DNA を腸内細菌の先祖がコピーして、で真似してしたことがあって、でそれの子孫たちが今俺たちの腸内にいるから、うん、微生物食べれるんだと、あ、違う、海藻を食べれるんだと、腸内細菌が。でもそういう環境にないところの人が海藻を食べてもさ、うん、繊維として出ちゃうっていうじゃん。何とかね、この、ね、海藻のセルロースを分解できる微生物がいるとか、うん、まあ梅干しも一つは多分クエン酸取ることで水の循環を促したりするんだと思うけど、うん、なんかそれもどれぐらいそれが必要かっていうのが多分地域によるし、やっぱりカビやすいんだと思うわ、うん、日本人の腸内は。やった理由があるからね、だから中和するのにちょっとそういうまあまあ強いクエン酸だよね、梅干しとか梅しょうとかもね、でもなんか必要な気するもん、やっぱりこの時期腸内環境崩れるな、悪玉菌増えるぞって、でそういう時にやっぱり梅干しとか取るとうん、なんか整ったなってなって、うん、ほっとするよね、うん、あ、そうだ、あれをさ、せっかくだからさ、みんな気になってくかもしれないし、うん、サクッとシェアできるからさ、うん、梅干しの黒焼きの作り方今教えようか。あ、教えて教えて、うん、そうそう、それをね聞きたかった。サクッと。うん、はい、サクッと。土鍋を用意します。うん、はい、土鍋、はい。土鍋の中に中心から螺旋状に梅干しを並べていきます。うん、何個でもいいけど、結構ラブシー、うんうん。で、土鍋の蓋をします。うん、はい。小麦粉などを水で溶いて、ねり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 と小麦粉の海苔を作ります。うん、まあまあベタっとした、うん。それを土鍋の縁にピタッとこう蓋します。うん、で
穴のところも蓋します、その小麦の練り練りで、うん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 、だからもう完全密閉の土鍋ができます、うんうん、それでめちゃくちゃ弱火にして16時間、16時間か、うん、でできます、うん、で俺はそんなもん無理、16時間ずっとここにいろって無理と思って、うん、昼前8時間やって火止めて、うん、翌日また8時間やったら、うん、バッチリできました。あ、途中休憩入れていいってこと？俺はそうした。連続16時間だけど、うん、俺はそうした。あれでもいいよ、ね。ゆり子さんが入ってるね。なんか自然療法。え、はい、あれ、ガスじゃなくて炭とか弱い炭とかでもできるのかな？できるっしょ。そっちの方がいいっしょ。そっちの方がいいよね。うん、遠赤外線も。ねえ。弱火でね、うん、へえ、ちょっとやってみよう。そうか、梅干しをまず作ってその梅干しをやるんだよね、うん、今でもできるね、梅干しがあったらね。そうだよ、うん、やってみようかな。やってみたい。大量にできそうだね。確かに。そうです、いいです。え、種は後で取るの？取んないです。え、種も食べるってこと？種も炭になる。だから食べるっていうほどいっぱい取らないんだって。本当に1回につき耳かき1杯だから、それを粉にしといて何かに入れといて、それを取る。でも崩れるよ、実になってる時点で。面白い。だからそれを逆に倍角だけを取って、うんうん、倍角の黒焼きとかも、うん、あ、黒焼き500種の中に持ってました。うん、パワー強そう。すごい病気のやつじゃん。なんか俺もよく読んでないけど、うん、梅干しの黒焼きっていうともう全部炭化するし、うん、こうやって梅の種の中の核の黒焼きとかも載ってたよ。あ、 それをかき集めて黒焼きにすんだって。やり方まではちょっと俺は覚えてないけど、うん、うん、これを聞いてる人はやりたくなるね、みんな。本当かな。それぜひメールくださいね。そうだね。いや、まあ自分のやり方とかあってもぜひメールください。ね、ぜひぜひ。こんな知恵があるよとかも聞いてみたいよね。16時間ズームでつながりながら一緒に黒焼き作るとか。16時間、1日ちょっとだ。1日とちょっとか。まあでも本当おしゃべりしてたら終わりそうじゃない？なんかね。そうだね。16時間。うん、ぜひなんか聞いてみたいなって、うん。オンラインイベント、DJ とか知ってればいいじゃん、ね、その間。あ、そうだね。誰か弱火でこっそり見て。そうね。まあ塩炊きと黒焼きを一緒にもできるんじゃない？面白いね。自分で薬が作れるっていうのはすごい強いよね。うん、うん、うん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 。うん、梅干しを作れるようになった、うん、なった時はすごくなんかほっとしたもんね。うん、そうだね。自分で作れるじゃん、うん、今年もたくさん、うん、作れるといいな、うん、うちは、あ、僕はあの梅干しを作ってるんですけど、何年も前から、うん、で庭にも梅の木があって、うん、でやってたら何も進めてないのに、5年前ぐらいから生まれて初めて母が梅干しをつけ始めて、うーん、70過ぎて、うん、ですごい真面目にやっていて、毎年美味しい梅干しを作ってくれて、うん、なんか世代を超えるっていうとこう上から下にみたいなイメージがあるけど、うん、なんかそこも本当に縦横、うん、上下もう縦横無尽につながっていけるっていうことを感じました。うん、あるある、うん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 、うちの母はやんないけど、お客さんとかで年上のやっぱ70代ぐらいの人がうちの野菜食べてるうちに味噌作りとかそういうのにもチャレンジしてみたくなったわって言って、うん、教えてって言って、うん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 、なんかね不思議だけど嬉しいですね、そういうのは、うんうんうん、ね、梅干しは何歳からでも始めるのは全く遅くないし、今からでもね、うん、自分たちの薬を作れたりそれをお裾分け、むしろタイムカプセルとして100年後に送り込むこともできるので、できる、本当に場所がある人はぜひタイムカプセルしてもらって、うん、なんか楽しめたらいいかなと思います、
はい、はい、じゃあこんな感じで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組への感想、質問、こんなテーマで話してほしいなど、info@3rings.shop へ、みんなからのお便りもお待ちしています。ではまた次回、新月かな?にお会いしましょう。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。